フランスからスタートし、単独、無寄港、無補給で世界を一周するヨットレース、ヴァンデ・グローブ。ヨーロッパではツール・ド・フランスより注目を集めるとも言われるこのレース。そのルートから最も過酷な世界最高峰のヨットレースと言われ、この冬、世界からスキッパーと呼ばれるヨットレーサーたちが頂点を目指し集結します。必ず、初出場、初完走を目指すんでね。先月、その最終予選がニューヨークで開催。アジア人で初めてヴァンデ・グローブに挑む日本人スキッパーを取材しました。海洋冒険家、白石康次郎さん。高校卒業後、ヨットレースの道へ進むと、26歳で日本を起点とする単独無寄港世界一周レースを176日かけて完走し、史上最年少記録を樹立。2006年にはおよそ5万6000キロを走る単独世界一周レース5オーシャンズに参戦。60フィートのヨットを操るクラス1に日本人で初めて参戦し、大荒れの天候の中、準優勝という快挙を成し遂げた日本人有数のトップスキッパーです。その白石さんが先月、夢だったというヴァンデ・グローブ出場をかけ、最終予選の出発地ニューヨークに。購入したばかりというヨットでレースの準備を進めました。最高のレースなんですね。でそこに参加できればね、こんな妙なことないなと。原動力は好奇心という白石さん。子供の頃から海に憧れ、失敗も繰り返しながら、これまで3回世界一周ヨットレースを完走してきました。2000時間続くという長いレースの中で投げ出したくなることはないのか聞いてみると、そう、まあいつものようにね、最初は船酔いで地獄の苦しみもあるんだよと意外な答え。全部楽ってわけじゃないですよ。それは辛いですよ。苦しいし、うまくいかない時ね、事故った時でも目標に向かうってことは楽しいんですよね。何もしない自分よりも苦しくても目標に向かってる方がそれはもう楽しいですから。海の生物との接触事故も。サザンオーシャンでクジラ乗り上げて船止まったことある。で結構この船の人たちもクジラの激突が多いです。トビウオも飛び込んでくるし、で、まあ、嵐もあるし、竜巻もあるしね、アイスバーグって氷山もあるし、まあ、いつも冒険ですね。ヴァンデ・グローブでの相棒となるのが全長60フィートのスピリット・オブ・ユーコー。白石さんの師匠の名前が付けられたこのヨットは、一人で操縦できるようロープがすべてコックピットに集まる構造になっています。普通はこのぐらいの船になると12、3人でクルーで動かすんですけども、僕ら一人ですね。古い船なんだけど、もう何台も有名な素晴らしいスキッパーが使ってて、あったっていうか、なんか船に呼ばれた感じがするね。レース用のヨットの中はとてもシンプル。船には必ず持ち込むという守り札や、船の神、船玉が祀られ、GPS 機能も備えた外との通信設備も整う中、欠かせないものの一つがメディカルグッズ。痛み止めから手術ができる器具まで揃っているんだとか。自分で写真を置いて、専用のドクターがいるんですよ。で指示が来て、このパック開けなさいとか、自分で舌塗った人にも、舌噛んじゃってね、バーンってやって、で自分で塗ったって言ってましたね。誰も助けてくれないんで、助けてくれてた時に僕らで助けるか、または船が来ても3日かかるんですよ。だから3日間生き抜かなきゃいけないんでね。そんな厳しい大海原に一人で繰り出すヨットレース。大自然の中で驚いたことはないかな。不思議なこといっぱい起きますよ。海の中が急にバーッと光ったりね、マストトップの先端がふわっと青白く光ったりさ、いろんな空がいっぺんに明るくなったり。逆に人間が知ってることなんてね、そうはないんですよ。実際に自然の中入ってしまえば、こう受け入れるしかないですから。座右の銘は天、水のごとく。このボートに乗って地球を一周しながら、こう水のようにしなやかに強くなって、なんか地球と一体になれればいいなっていうのが僕の目標かな。ヴァンデ・グローブの最終予選レースで、この後フランスへ出航した白石さん。12日間かけて完走し、見事本戦への出場権を手に入れました。ヴァンデ・グローブの本戦は11月開催です。